皆さんこんにちは、アンクルシェフです。今回はすき家、松屋、中宇の朝定食に納豆をつけたものを比較してみたいと思います。まずはすき家さんから行ってみましょう。3店舗の中では一番ボリュームがあって小鉢がついてて嬉しいですね。皆さんは朝定食の海苔はどうやって食べますか？私はこうやって砕いてご飯の上に乗っけて、その上に納豆を乗っけて食べるスタイルで食べます。一応比較するために3店舗全部同じ食べ方で食べてます。それではいただきます。サラダもたっぷり、ベーコンもたっぷりあって、本当にボリューミーな朝食です。少し残念だったのが、卵がちょっと火が通り過ぎてるかなって感じでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。お次は松屋さんの朝定食です。こちらの松屋さんはセルフ方式のお店で、番号で呼ばれたら取りに行くスタイルです。松屋さんの朝定食はサラダもついてて漬物もついてます。そして何よりも納豆に入れるネギがたっぷりついてます。それではいただきます。こちらの卵はなかなか美味しそうな半熟具合ですね。とろっと黄身があふれ出てきます。漬物もサラダもちょうどいい量で、健康に気を使ってくれてる感じです。松屋さんはベーコンがないのでソーセージですが、このソーセージが本当に美味しいですね。ごちそうさまでした。ちょうどいい量で健康的な朝定食でした。そして3店舗目は中宇さんです。中宇さんはなんとなく関西の方に多いのかなっていうイメージですが、どうなんでしょうか。関東はあまりないのかな。先ほどの2店舗と違い、サラダも漬物も小鉢もついてなくて、なんとなく寂しい気はしますが、お味の方はどうなんでしょうか。それではいただきます。口に入れた瞬間わかる美味しさ、そして何よりも具沢山ですね。とっても美味しいお味噌汁です。納豆もたっぷり入っててとても美味しいです。そして中宇名物のこだわりの卵、最高の焼き具合になってます。
卵の美味しさがちょっと比較にならないぐらい美味しいですね。ここはやっぱさすが中宇って感じです。ベーコンも香ばしく本当に美味しいです。これに少しでもサラダがついてたらなと思います。それでもお味噌汁が具沢山で本当に美味しいので、そこでカバーできてると思ってます。ごちそうさまでした。味わいの満足度は一番高かったかもしれません。卵が美味しかった。それでは結果発表。すき家さん、松屋さん、中尾さん、ごめんなさい。勝手におじさんシェフが点数をつけさせてもらいました。すき家さんはボリュームたっぷりでしたが210点、松屋さんはソーセージが高評価でした。合計で255点。松屋さんはボリュームは少ないですが、味の直球というところでは一番良かったです。合計で345点。すごいですね。ちょっとズバ抜けてました。本当に美味しかったです。今回は味わいというところにフューチャーして、おじさんシェフが点数をつけさせてもらいました。ボリュームのコストパフォーマンスはすき家さん、健康に気を使った松屋さん、そして味が一番良かったのは中尾さんでした。本日もご視聴ありがとうございました。